世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。つまり長崎選手のバック側にボールを集めた方がバックからバックへっていう流れの方がいいってことですね。そうなんですね。もうバック側から回り込んで打ってもね、先ほどストレートに打ち返しましたですよね、コース、まあ、ワンポイントを読めるわけですよね、はい、ですからあの右利きの範囲、左利きの長崎ですから、まあ、バックからバックというとストレートなんかもね、増えてくると思うんですけれども、さあ今日はセントラル開催ですけれども、トップ名古屋の応援を、ね、する観客の方も見えているようです。ハイン選手はドイツ代表としてオリンピック何度も出ていますけれども、まあ、出身は、ね、中国ということで中国語の、応援メッセージもありました。サルデー長崎クーサーラッポー。さあゲームカウント1対1です。どちらが得意な形のゲームプランに持っていくのか。長崎のサーブ、ここはフォアに行った。フォアだとやはり長崎はまだ返しやすい感じですね。サーブを持ったらやっぱり3球目攻撃狙っておいた方がいいですよね。さあ一転してここは長崎が自分のサーブ権でポイントを1つ2つ連取しました。第1ゲームを長崎、第2ゲームをハンが取りました。これ1ゲーム変わってもコートチェンジはしますけれども、それだけでこんなに流れ変わるもんなんですね。そうですね。長崎のこのドライブだと範囲はちょっと返せないと思うんですよね、はい、そうするとこういうね難しいプレーも決まってくるっていうところですね。そうですね。今のやっぱりこうドライブで攻め込むということが大事ですよね。だからここはポイント範囲です。ちょっと疲れが見えてきているか、ね、え今、はい、まあ、いいサーブでしたね。合わせづらかったという感じかもしれません。ミスが続きまして、ポイントがハン選手に入りました。長崎選手はここリードしてますけれども、自分の一番いい形に持っていきたいですね。そうですね。やっぱり連続失点は厳しいですね。あ、いい球ですね。長崎のフォアにボールが来ますとね、安心して見ていられます。はい、ハインのサーブ、わずかにアウト。ハン選手のサーブ、まあ、その他のプレーもそうでしょうが、回転は相当かかってるんでしょうね。そうですね。やっぱりあの、ね、サーブなんかでも出し方うまいですよね。はい、長崎陣はこれですよね、前後にハン選手を動かしてという話。そうそう、あのやっぱり速攻でね、あのスピードを出して動かないといけないという球を入れることですよね、ゆっくり入れてると変化で取られますからね。わずかにアウト、ポイントハンインです。
ちょっとこの第3ゲームはどちらに流れが向くのかわからない、そんな展開になってきました、はい、思い切って振り抜きました。長崎どちらが先に仕掛けるかっていうところだったんですけど、長崎の先が、長崎がね先に動いてきました。そうですね、逆モーションでいいコースをつきましたね。うん、2点差のまま試合ゲームは中盤に入っていきます。さあここで長崎のリードが1点に縮まりました。じりじりと詰め寄るハン・イン、いやいやボールが浮いてしまいました、うんね、ラッキーですね、ラッキーですね。この展開はねハン選手の流れかなと思ったんですけどね。そうですね、はい、まあ、ちょっと力入りましたね、変化つけすぎようというね、ちょっと強く入りましたねラケットが。さあ長崎に9ポイント目が入りました。ナイスボールですね。さあ長崎ゲームポイント、このボールが入れば返せないですね。うん、そして長崎のサーブ、ロングサーブ打ってきた。さあ我慢の試合、どっちが先に動く。バックハンド叩いていきました。ハン1ポイント返します。ふーと1回大きく長い呼吸を吸いました。ゲームポイントは長崎美優。さあここでもハインがもう1ポイント返します。ただまだ長崎はゲームポイントです。持ち上げるとああいう風なボールになりますからね、うん、やっぱりこうスイングを速くしてバックを攻めることですね、ドライブで。さあポイント追いついたハイン、しかし長崎も次を取ればこのゲームを取れますんでデュースではありません。両者ゲームポイント、ね、サーブ3球目いけるかどうかですね。さあゲームポイントを奪われたところから結果的には4ポイント連取。ハン・イン第2ゲームに続いて第3ゲームも取りました。長崎のちょっと下をうつむきながらベンチに帰ります、ね、コース違いましたね、バックに打ちたかったですよね。